皆さんはブリーチのスマホゲーム、ブレソルをやっていますでしょうか？僕はやらずにウイイレばっかやってます。おい。さてブレソルはブリーチのゲームということで、当然ですがブリーチのキャラが登場します。一部例外もあります。そんなブレソルは3ヶ月後に8周年を迎えるほど長いゲームということで、当然多くのキャラが実装されていますが、キャラ人気も相まって実装された回数がキャラによって全然違います。お金を稼ぐためなので仕方ないことです。ということで今回は、ブレソルに多く実装されているキャラを1位から10位のランキング方式で紹介します。注意点として、今回のランキングの対象は星5または星6実装されているキャラとします。星4以下を対象にするかどうか結構悩みましたが、今回はしない形にさせていただきます。またラングキャラは対象としますが、降臨キャラは対象外とさせていただきます。タッグキャラについてですが、それぞれ1体ずつカウントするものとします。また、制服イチゴなどの性能は同じだけど属性違いが複数存在するキャラに関しては1体としてカウントします。今回はキャラの実装数ランキングということで当然全キャラの実装回数を調べたのですが、調べた結果多く実装されていると思ってたキャラが案外少なかったりして驚いた時がありました。なので動画の最後にそういったキャラや全キャラの実装回数を載せますので、ぜひ最後までご視聴ください。また、ランキングの発表順ですが、1位はブレソルやってる方ならもう分かりきっていると思いますので、1位から順に発表させていただきます。なお、今回は個人で集計したものなので数え間違い等の問題が起きている可能性があります。その際はコメント欄にて、と罵ってやってください。普通に指摘してくださいじゃダメなんか？ということで参ります。実装数ランキング堂々の1位はこちら。そのために手に入れた、力だ。黒崎いちごです。やはり1位はいちごですか？そうだね。実装数は28体となってます。実装されたものは画像の通りで、原作で登場した携帯はもちろんのこと、映画や季節限定、オリジナル衣装など様々な衣装が定期的に実装されてます。さすが主人公といったところですね。1年で3、4体実装されている計算になりますから相当な数です。ただ半ホローカやフルブリングはまだ実装されていなかったり、最近では過去衣装のリメイクもされてきているので今後も増え続けることでしょう。ということで運営は早く半ホローカ1号実装しろくださいお願いします。あんた1号の話になるといつもそれやな。ということで1位は黒崎1号でした。2位はなんと同率で3体ランクインしてます。1体ずつ見ていきましょう。まずは1体目。1体目の2位はこちら。俺は隊長として、大勢の命と思いを背負ってんだよ。菅谷藤四郎。さすが人気ランキング1位の男ですね。実装数18となってます。実装数が1号とは11号の差がありますが、年1以上で実装されてる計算になるので全然多いですね。菅谷は初期の頃から多く実装されてるし、前年なんて2体もいるからね。この前年菅谷はマジで強かったです。季節限定も最近増えてきているし、去年末にはオリジナル衣装ももらってるしでかなり充実しています。この菅谷とかいつものとは違う雰囲気で新鮮ですよね。こういうのがブレソルの魅力です。直近でも半年で2体も実装されていることからまだまだ実装されていくと予想されます。ということで1体目は菅谷でした。続いて2体目になります。2体目の2位はこちら。もう一つの名まで捨てた覚えはないぞ。四方院夜一。菅谷と同じく夜一も2位ですか？さすがの人気ですね。原作の衣装も揃ってるけど、何より季節限定衣装が多いんだよね。その数8体とほぼ半分です。菅谷が6体なので相当多いですね。種類としては水着やハロウィン、クリスマスに加えてカカオソサエテなどのオリジナル世界の衣装です。水着とクリスマス2回も実装されてるんか。かといって原作衣装が少ないかと言われるとそうでもなく、猫から千年までちゃんと実装されています。隊長衣装やアイゼン戦衣装などあるので普通に充実してます。夜一も定期的に実装されていくでしょう。ということで夜一でした。次は最後の3体目になります。3体目の2位はこちら。敗北が恐ろしければ強くなればいい。こっちルキア。やはりルキアも高順位でしたか。さすが相棒枠です。一応補足するとダークルキアもルキアとして数えています。ダークルキアはルキアの体をベースに主導権は小村と雫が握っているのでルキアに含めるか非常に迷いましたが、今回は含める形とさせていただきます。もしダークルキアを抜いたとするとルキアの実装数は16体になりますね。さてルキアも夜1と同様季節限定が多く、なんと夜1よりも1体多い9体なんだ。ちょうど半分じゃないですか。多いですね。種類としては水着やハロウィン、クリスマスなどのイベント系に加え、あやかしソサエテなどのオリジナル世界のも多いです。夜1と比べるとルキアはイベント系が多いですね。原作衣装も初期や副隊長、挽回にぬいぐるみなど充実してるね。ぬいぐるみまで実装しているあたりさすがルキアです。
ということで2位はスガヤ、夜市、ルキアの3体でした。続いては5位となります。実装数ランキング第5位はこちら。戦いの中で刹那の狂気に身を浸す楽しみを知った。口ちギャグや口つけが連続でランクインですね。実装数15となってます。兄様は原作衣装が充実してるね。機械、挽回、前傾、集計、一家先人化と合計以外の技は実装されてます。ちなみに余談ですが、集計白帝剣が最初に実装されたのは正月衣装です。正月の着物で白帝剣ぶちかましてくるんかこいつ。もちろん季節限定などの衣装ももらっています。兄様なら今後も増え続けていくでしょうね。ということで逆矢でした。続いては6位、こちらもなんと同率で2キャラランクインしてます。まず1体目の6位はこちら。私は全てを超越する。アイゼン宗介。アイゼンが来ましたか。なかなか多いですね。実装数14となってます。アイゼンも過去から千年まで幅広く実装されています。限定衣装は少なめですが、その分原作衣装が多いです。メガネやリハンゴ、反転に宝玉融合などアイゼンは形態が非常に多いですからね。なんなら最後の融合状態は未だに必殺技でしか出ていないから、単体で実装される可能性は非常に高いと思われます。ということを踏まえるとアイゼンも安定して増えていきそうではあります。ということで2体目いきましょう。2体目の6位はこちら。見せてやるぞ、本物の暗殺を。ソイホン。ソイホンもさすがの人気っぷりですね。ソイホンもアイゼンと同様、限定衣装は少なく原作衣装が多いです。昔は季節限定がよく実装されていたんですけどね。あと何気に過去の姿も実装されていないんだよね。ソイホン推しの方はこれらの実装を待ち望んでいることでしょうから、実装されたら熱いですね。さて次は8位になります。なんと8位のキャラは5体もランクインしています。多すぎだろ。ということは8位の紹介でトップ10は最後ですね。そうだね。正直こんなかぶるとは思わなかったよ。さあ果たして誰がランクインしているのでしょうか。それでは順番に発表していきます。まずは1体目から。1体目の8位はこちら。もう二度と足手まといになんかならない。井上織姫。お、ようやく現世組が来ましたね。実装数13体となってます。井上も季節限定が多い系のキャラとなってます。なんと13体中8体が季節限定です。ほぼ3分の2が季節限定じゃないですか。夜市といい、雪屋といい、女性キャラは季節限定が出やすい傾向にあるのでしょうか。と思って季節限定キャラの男女比を調べてみました。調べた結果、男性が59、女性が86でした。やはり女性が多いですね。男性も思ったより多いですが、まあよくよく考えなくとも、季節衣装は女性にした方が儲かるに決まってるから、そりゃそうだって話よな。さて若干話は逸れてしまいましたが、井上は原作衣装も割とあるんですよね。四白章姿まで実装されてるんですか。さすがヒロインです。この季節限定の多さを見ると、今後も季節限定中心に実装されると思います。ということで1体目は井上でした。続いて2体目となります。2体目の8位はこちら。どうも遅くなっちゃってすいません。浦原つづけ。浦原さんもランクインですか。さすがの人気です。浦原さんはとにかく通常の衣装が多いです。その数小説も含めてなんと6体とほぼ半分。なんなら千年も帽子がないだけで衣装は同じです。浦右衛門は通常の衣装でもできること多いですからね。他には大長寺の衣装やオリジナル形態がありますが、季節限定衣装は2つのみと13体いる割に少ない印象です。浦原さんのこの衣装、いつもの感じとはちょっと違くて新鮮なので、もっと増えてほしくはありますね。ということで2体目は浦原さんでした。続いて3体目。3体目の8位はこちら。お前の道はここで終わりだ。ウルキオラシファー。お、ようやくアランカルがランクインですね。ここまでほぼ全部死神だったからね。イベントなどのストーリーは死神の方が作りやすそうだから、こういうのが実装に影響してそう。さて実装されたものは画像の通りで、アランカル組の中でもウルキオラはレスレクシオンセブンダイタートがあるから比較的多くなっていると考えられます。携帯が一つ多いだけで全然違ってきますもんね。特にこの前来たウルキオラのガチャ、これはランキングに大きく影響しています。このガチャなかったらトップ10圏外でしたからね。さすが人気キャラなだけあります。しかし原作衣装は多いものの、季節限定は3体と少し少なめに感じてしまいます。まあオリジナル形態もに出ているのでめちゃめちゃ少ないことはないですが、ウルキオラの季節限定衣装は結構かっこいいし新鮮なので、もっと増やしてほしいものですね。ということで3体目はウルキオラでした。続いて4体目ですが、アランカルが続けてランクインしてます。それでは見ていきましょう。4体目の8位はこちら。
アランカル・セスタ、グリム嬢だ。グリム嬢ジャガー・ジャック、やはりこの男もランクインしましたか。グリム嬢ジャガー・ジャックは13体中6体が季節限定となってます。ウルキオラの超ドバイじゃないですか。確かにグリム嬢ジャガー・ジャックはどの衣装もめちゃくちゃかっこいいので多く実装されるのも納得です。個人的にカカオとアヤカシが好きです。そんな彼も例に漏れず季節限定以外に原作衣装やオリジナル衣装をもらっています。ですが原作衣装は出尽くしているので今後は季節限定で実装されていく可能性が高いと思われます。ということで4体目はグリム嬢ジャガー・ジャックでした。さてトップ10は次に紹介するキャラで最後になります。果たしてどのキャラがランクインしているのでしょうか。それでは発表していきます。ラスト5体目の8位はこちら。大丈夫、すぐに終わるから。ネリエル・ズ・オーデル・シュバンク。お、アランカルが3体続けてランクインですか。そうだね、一応ですがネルもネリエルとして数えています。なぜか間にニルゲいるけど。なんでやねん。いや待て、これもしかしてネリエルはもともとニルゲだったことを暗示しているのか。あるわけねえだろタコ。まあそんな冗談はさておき、季節限定はグリム嬢ジャガー・ジャックと同様6体実装されています。水着やクリスマス、バレンタインなどいろいろありますね。その他にも原作衣装や小説、オリジナル形態といろいろもらってます。しかし原作の衣装は出尽くしていて、何度もリメイクされているのを見るとネリエルも季節限定の実装が濃厚と思われます。本当にグリム嬢ジャガー・ジャックと同じような感じですね。ということでトップ10の紹介は以上になります。いかがだったでしょうか。トップ10に行ったキャラは割と妥当だった気がしますね。しかしもっと実装されてたんじゃないかなってキャラはなんかいるような感じがします。ということでここからは惜しくもランク外になったキャラや意外と少ないと思ったキャラを軽く紹介していきます。惜しくもランク外になったキャラたちがこちら。ヤマジーとマユリ、こんなに実装されていたんですね。そうなんだよね、実装されたものはこれなんだけど、この2人季節限定衣装が非常に少なく、マユリがたったの1体、ヤマジーに至っては一度も実装されてないんだ。なのにこんな実装されているとは、さすがは屈指の実力者です。その他は割と妥当な感じがします。個人的に意外と少ないと感じたキャラはこちら。あら、リルカはもっと実装されているもんだと思ってましたが、2桁いってないんですね。ランギクも人気キャラだから多い印象だったけど、携帯が少ないせいからか実装数7体とあのチャドと全く同じです。チャドと同じって聞くとなんだか少なく感じます。他の3人も人気キャラなのに案外少ないことを考えると、原作の携帯がどれくらいあるかで実装数は大きく影響してきそうです。今思えば結構当たり前なことですね。さて皆さんが一番気になっているであろうこのチャンネルのレギュラーたちの実装数はこちら。なんか部外者が混じってる気がしますが気づかなかったことにします。白いちごなんかいちごの杖みたいなもんだからもっと増やしようがあると思うんだけどな。ハゲや目玉焼きも季節限定衣装が来てないのでいつかは実装してほしいものです。ブロリーに至ってはレギュラーなのに未実装だから早く実装してほしいですね。2億%ありえないし、されたらされたで大問題だよ。さて最後に実装されているキャラとその回数を紹介します。それがこちら。皆さんの推しキャラは何体実装されていますでしょうか。ぜひコメントで教えてください。これからもブレソルはおそらくきっと多分長く続いていくと思いますが、あまり多く実装されていないキャラにも季節限定などの衣装を配っていってほしいと思います。僕は英語の白いちごバージョンとか白いちごの季節限定ももっと欲しいし、一角のたこ焼き店員バージョンとかも欲しいですね。誰が欲しいんだこんなの。じゃあそういう霊夢はどういうのが実装して欲しいんだ。私ですか。私もまあ推しキャラが実装して欲しいと思いますよ。まあまだ実装されてないんですけど。おお、そうなのか。ところで霊夢の推しキャラを聞いたことがなかったんだけど一体誰なんだ。ヨコチンですが何か。速報、霊夢の推しキャラヨコチン。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画が好評であれば逆に実装されていないキャラについても調べてみようと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。